皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日はエストから発売されたエストザ・グローイングクリームメイクアップを使って、素肌のようでナチュラルな生きたツヤのあるベースメイクをご紹介していきたいと思います。ベースメイクってこうつけた瞬間よりも数時間後のお肌の方が気になりませんか？なので今日は数時間後のお肌もリアルに伝えていきたいと思います。作り込みすぎたり過度に飾り立てたりせず、美しい素肌をまとったような仕上がり、つけ心地が大事であるという思想のもと新しく発売されるファンデーションになります。これって大人のベースメイクにはとっても大事だと私も思っていて、若い時とは肌の状態が変わってきているので、カバーしたい部分はあるんだけど、そこをカバーしすぎてしまうと余計に老けて見えたりするんですよね。なのでつけるファンデーションはとっても慎重になるんですが、今回ご紹介するこのエストのファンデーションは手に取ってみるとこんな感じで、最初にのせてみた時に本当に驚きました。すっごく軽くて、なんかまるでスキンケアクリームをつけているような肌との一体感です。つけてみると分かるんですが、みずみずしくて滑らかで、とってもつけ心地がいいのは配合する粉を厳選しているからなんだそうです。実際に触ってみると分かるんですが、ファンデーションを塗った時のちょっとこう粉っぽさとか硬さみたいなものがなくて、こう本当滑るようなスキンケアクリームを塗ってるかのようなこう滑らかさで、スルッと軽く肌に乗る感じがします。実際にファンデーションを肌にのせてみると、さっと広範囲に塗れて一気にツヤが出ます。カバー力がすっごく高いっていうファンデーションではないんですが、やっぱりカバーしたいところはあるので、カバーしたいところには薄く重ねればカバーしたい部分はしっかり隠れるし、何よりみずみずしくて滑らかでつけ心地が本当にいいです。はい、ではここから実際に塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで全体的に塗って、この専用のスポンジで滑らせていきます。はい、スポンジで滑らせていくとツヤがさらに生き生きしていくのが分かります。このスポンジは簡単に肌に密着しながら均一に伸ばすことができます。こんな感じでなんか素肌のように生き生きとした肌を作れました。簡単に適切な量を均一にお肌に塗布できます。全体に伸ばしていくととても軽いんだけど、みずみずしくてこうツヤをとても感じるファンデーションです。とても伸びがいいので、少しの量で均一に綺麗に肌を作っていくことができます。はい、半分塗り終わりました。今ささっとスポンジを使って塗っただけなんですが、本当にびっくりするほどツヤが出ています。はい、わかりますか？なんかこう自然に生き生きとツヤが出ている感じ。肌の色ムラがすごい一気に均一に綺麗になっ
ったのに、こう内側からすごいツヤが出ていると思います。はい、では全部の顔をメイクしていきたいと思います。はい、完成しました。今日は午前中から自分の用事があるので、これからお出かけに行きたいと思います。なので化粧直しはせずに、また数時間後のお肌の様子もレビューしていきたいと思います。はい、では行ってきます。はい、では時間が経った後のレビューを早速していきたいと思います。私はいつも自然光で撮っているので、もう今はもう暗い夜なので、いつもの場所では撮れないので、ちょっとこういつもの動画とは照明が違う場所なんですけど、そこは申し訳ないです。ちょっとこちらで撮影していきます。はい、では早速肌の状態を見ていきます。どうですか、見た感じどうだろう。今日全くメイク直ししなかったんだけど、ここら辺さすがに若干テカってるんですけど、それはなんかもう脂っこいああいうテカリっていうよりは、なんかツヤ感の方が強い感じがします。ツヤもあるし、みずみずしさも残っています。ピタッと肌に密着したままな感じがします。あともう何よりやっぱり1日ずっとこうファンデーションをしていると、塞がれてるようなあの感じが本当にありません。なんかね、こう表情になんかこうファンデーションがついてきてくれてる感じがして、みずみずしくて軽くてつけ心地が本当にいいです。なんかさすがスキンクリーム発想の延長のファンデーションだなと思いました。なんかつけた後に余計あのお値段にも納得だなと思います。エストのエストザローションでも有名な保湿成分のエクトインも配合されているそうです。気になった方はぜひカウンターで試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。